バズ・コックスはイングランド出身のパンクロックバンド。1970年代のパンク、ニューウェーブムーブメントから誕生したグループの一つ。マンチェスター地域音楽シーンの草分け的存在として長らく活動していたが、象徴的メンバーであるピート・シェリーが2018年に亡くなっている。創設者、ピート・シェリー1976年、ロンドンでセックス・ピストルズのライブを見て、感銘を受けたピート・シェリーとハワード・ディボートによって結成された。彼らは当時パンクロックの影響が及んでいなかった地元マンチェスターにピストルズを呼んでライブを行わせることを計画し、同年6月にこれを実現させた。観客はわずか42人であったが、その中には後にジョイ・ディビジョンを結成するバーナード・サムナーとピーター・フックやザ・スミスのモリッシーなど、後の音楽界を牽引する面々が含まれており、このライブはマンチェスターの音楽シーンを活性化させる契機となった。この経緯はパンクの標語である DIY 精神の体現として後進のバンドからリスペクトを受けている。なお、翌月に行われたピストルズによる2度目のマンチェスター公演ではバズ・コックス自身が前座を務め、これが彼らのデビューライブになった。バンドは1981年に一度解散。1989年に再結成して活動を続けていたが、2018年12月6日に創設者ピート・シェリーが心臓発作で死去した。2018年12月時点。ありがとうございます。